こんにちは。今日は100均でいろいろとお買い物してきたので紹介したいと思います。まずダイソーから、こちらアジサイの造花です。色はホワイトとライトピンクを買ってきました。パープルもねすごく可愛かったんですけど、ちょっと扱いやすそうなこの2色を買ってきました。すごく可愛いですよね。はい、続いてポンポンマムピック、これを見た瞬間にかんざし作りたいなと思って思わず手に取りました。うまく作れたら動画にしたいと思います。これからね浴衣とか着る季節になってくるのでちょっと可愛いのを作ってみたいなと思います。続いてこちらがマムピックというお花なんですけど、これはねさっきのより少し花びらの先が尖ってます。でこれもね和小物を作りたいなと思って買ってみました。ちょっとねこれ両方ともうまく動画撮れたらいいなと思ってます。続いてこちらトレーシングダイカットシールとフィルムダイカットシールです。多分ちょっとマスキングテープのような質感なんだと思うんですけど、ちょっとこれねレジンで使いたいなと思って買ってみました。ちょっとうまく作れるかわからないんですけど、まあこれも可愛く作れたら動画にします。はい、続いてダイヤモンドヤスリです。これは以前まで Amazon で買ってたんですけど、ちょっと急遽欲しかったのでダイソーで買いました。ちょっとねサイズは小さいんですけど、まあ性能は変わらないと思うので、あのワイヤーの先とか削る程度なのでちょっとこれ使っていきたいと思います。ステンレスのワイヤーとかはどうしてもダイヤモンドヤスリじゃないと負けてしまうので、いつもダイヤモンドヤスリを買ってます。続いてジェルネイルシールです。私が今手につけてるのも100均のシールなんですけど、あの左手で右手を塗る自信がなくて、でも簡単なシールをいつも使ってます。あの硬化するタイプではなく貼るだけのタイプを使ってます。はい、続いてネイルストーンプッシャー、これは甘皮処理用に買ってきました。甘皮処理もねそんなにうまくはできないんですけど、やっぱりやらないよりかはちょっとでもやった方が綺麗に仕上がるなと思って使ってます。そしてこれがスパチュラ、レジン用のスプーンとかがちょっと欲しくて、片方はヘラみたいな感じになってるんですけど、ちょっとこれ買ってみました。今後動画でも使うと思います。そしてこちらパーツケース、ちょっと大きめのビーズとか今ちょっとはみ出してるものを入れたくて、とりあえず一つだけ買ってみました。なんか使い心地が良ければまた今後増やしていくかもしれないです。はい、続いてワッツで買ってきたシリコンの、ノンホールピアスとピアスキャッチです。このタイプのピアスキャッチが100均に売ってるの知らなくて、今までネットで買ってたんですけど、ちょうどあの100均で見つけて家の在庫もなかったので買ってきました。まあ、これは基本自分で使うようです。あと撮影の時とか金具に傷がつかないようにシリコンのキャッチ使うことが多いです。そしてこちらがノンホールピアスですね。樹脂のもの今まで持ってなかったので、ちょっと自分でつけて試してみたいなと思って買ってみました。ちょっと数日間つけてみたいと思います。最後にキッチンペーパーです。これは100均ではなくてコスモスでいつも買ってるんですけど、このキッチンペーパーをこの100均、これもワッツで買ったティッシュケースなんですけど、これに移し替えて使ってます。
一応袋のままでも片手で取れるとは書いてるんですけど、あの量が少なくなった時にもう袋ごと全部浮いてきてしまって、ちょっとそういうところが使いづらいなと思っていつも中身を移し替えて使ってます。これがねもう本当にストレスなく使えるので、本当ちょっとなんか台拭く時とかも全部これ使ってやってます。私は部屋で使ってるんですけど、普通にキッチンでティッシュケースに詰め替えて使うのおすすめです。はい、以上買ってきたものでした。最近動画はね毎日投稿しようと思って頑張ってるんですが、なんかこういう本当にちっちゃなことも動画にしていくと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。